皆さんは私のことを犯罪人のように言うけれど、森友は国会でよくよく説明しましたよ。昭恵が犯罪人とされましたが、まだ牢屋に入っていないですよ。加計は私が政治を私物化したと批判しますけれど、私は逮捕されずに、ほら、今、ここにいるじゃないですか。安倍将軍様に失礼なことを言うなぁ。将軍様はいかんとおっしゃってるぞ。もう一度改めて申し上げます。恥を知りなさい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 。